本蓮寺は岡山県瀬戸内市牛窓町にある仏教寺院。三号は京王山大本山本教寺松。宗派は北家宗本門流である。境内は朝鮮通信史遺跡として国の史跡に指定されている。日蓮宗の寺院として始まった。1338年春、大拡大僧造が北家行信仰による復動。 北ケ堂を混流したと言われている。愛閣大僧正は、その際、牛窓の豪族である、石原佑和田志森を教え導き、仏道に入らせて、北ケ堂の混流を果たしたとも伝えられている。しかし、本蓮寺文書に、牛窓裏北ケ堂の名称が最初に現れるのは1450年で、あり、北ケ堂が建てられた権威は明らかではない。当時の歴史は、 南北朝時代の昭平2年、京都明賢寺の座主であった大拡大僧正が北家道を混流したことに始まる。牛窓は古来より風町潮町の港として栄えた。江戸時代には朝鮮通信士が気候し当時に滞在し、岡山藩の教皇を受けた。朝鮮通信士は江戸時代に12回来日し、津島から江戸までの各地の大名に、 施設一行の接待が命じられていた。瀬戸内海の寄港地は、牛窓港が岡山藩が接待する港として整備された。本源寺は通信士一行が上陸して宿泊する際の宿舎となり、通信士が読んだ辞書などが伝えられている。牛窓では、毎年10月第4日曜日に通信士の風俗を、もしたという、カラコ踊りが少年によって回れている。 室町時代の名王元年に再建された本堂は、万神堂、注文とともに、国の重要文化財に指定されている。通信士が使用した客殿には、小堀演習の手によると言われる庭園がある。平成6年10月11日、朝鮮通信士遺跡として、広島県福山市友町、福前寺、静岡市清水区沖津、清見寺と共に史跡に指定された。 ありがとうございます。